県警本郷町は、かつて愛知県北設楽郡に存在した町。1955年に周囲の自治体と合併して、北設楽郡東栄町が発足し、本郷町は廃止された。東栄町の中心部に相当する。河川町村制の施行に伴い、1889年10月1日に、北設楽郡本郷村が成立した。近世以前の旧本郷村と、七村の一部が母体となっている。1921年10月1日、北設楽郡本郷村が町制を施行して、本郷町が発足した。本郷町域は、江戸時代、三河国設楽郡に属する4村が存在していた。天竜川、水系大千瀬川沿いの段丘上に立地する、宿力近村及び別所村と、その南側、七川流域の七村、七川上流側で明神山山麓の三ツ瀬村である。4村とも江戸期には、幕府領であった。このうち宿力近村がこの地域の中心地で、別所村とともに、現在の豊橋と飯田方面を結ぶ別所街道が通っていた。1878年、郡区町村編成法施行に伴い、設楽郡から北設楽郡の所属となった。同年、宿力近村、別所村、三瀬村の3村が合併し、本郷村が成立。この本郷村と七村のうち自駐在家、各保が1889年に合併して、後に本郷町となる本郷村が発足した。七村の残部は長岡村、河合村と合併し、三輪村に加わっている。また、本郷村には川住村と下田村も合併し、旧村名を継承した4つの大字を編成したが、川住、下田は1900年7月に下川村として分村した。町制後しばらく本郷町のまま推移していたが、太平洋戦争後の1953年に、町村合併促進法が施行され市町村統合が推奨されるという流れの中で本郷町でも周辺自治体との合併に動いた。そして1955年4月1日、周囲の下川村、御殿村、その村と合併して東栄町となった。なお、2つの大字も東栄町に引き継がれている。本郷町では大正から昭和初期にかけて、本郷電気製材株式会社という電力会社が電気を供給していた。本郷電気製材の母体となったのは、町内にあった東三製材合資会社という製材会社である。本郷へ電気を供給するべく同社は電気事業許可を取得するが、合資会社から株式会社に改組するため、本郷電気製材株式会社を新設し東三製材の権利を引き継がせた。計画では、下川村に振草川を利用する出力 15kW の水力発電所を建設する予定であったが実現せず、下流域の静岡県磐田郡、浦河町にあった塩酸電気からの受電となった。開業は1918年12月で、本郷町、下川村、御殿村の3町村を供給範囲としていた。1924年には、振草村とその村を供給範囲に追加し、合わせて東邦電力豊根発電所からの受電も開始した。昭和になって電力の国家管理が推進されると、小規模電気事業者の統合が推奨されるようになった。この流れを受けて、本郷電気製材は1939年4月、電気事業を中央電力に譲渡した。その中央電力も配電統制により3年後の1942年、現在の中部電力の前身である中部配電へ統合されている。本郷電気製材の1937年末の企業データは以下の通り。ありがとうございます。